国内外に生徒を持つ岡山市北区の通信制高校がオンラインでのオープンスクールを開きました。参加者は全員オンラインで説明を受けます。中高生向けの授業動画などを配信する人気ユーチューバー、ハイチさんの特別講義も行われました。授業が完全オンラインの通信制学校、和尾高等学校が開いたもので、参加者は学習方法などについて指導を受けました。 自分の能力がないからダメなんだとかです、ね、そういうふうに思わないで本当に工夫をすることによって効果ってのは必ず上がっていくんだということをぜひしてほしていなと思いオンラインでのオープンスクールは来月も開かれる予定です。